スピーフは最近プルコボ国際空港に建てられたエキスポフォーラムで開催。サンクトペテルブルク国際経済フォーラムはロシアのビジネスに関する国際経済会議で1997年から毎年サンクトペテルブルクで行われてきて2005年からはロシア連邦大統領の庇護のもとになっている。サンクトペテルブルク国際経済フォーラムは1997年から ロシアでのビジネス、特にロシアへの投資を促す目的で、ロシア第二の都会であるサンクトペテルブルクで開かれてきた。2005年からは、ウラジーミル・プーチン大統領も出席して、より国際的なフォーラムになっている。日本の安倍晋三首相も出席している。2007年には、世界経済フォーラムとのパートナーシップを発表している。この年頃以来、 ロシア貯蓄銀行がこのフォーラムの最大スポンサーになっている。このフォーラムの開催場所は、は、サンクトペテルブルクのタブリーダ宮殿であったが、2006年からは、ダイネバ川向かいのバシリエフスキー島にある、レネクスポ展示センターへ移った。しかし2016年からは、新しくプルコボ国際空港に建てられた、エキスポフォーラムで開催されている。東方経済フォーラムは、 ロシア連邦政府のロシア国会議協会が主催していて、この協会が開催する国際会議にはこの他に東方経済フォーラムなどがある。ありがとうございます。